コザからいなくなった最初の真夜中のことを歌った歌です。真夜中で散歩してました。で、この後僕は、追いかけて出しに来たんですけど、そのことを歌った歌です。真夜中の数字日という歌を聴いてください。
に住んで最初に覚えた方言が数字という言葉でした。あの細の裏道のことを数字、漢字だと細い道、そうそうそう、と入ったのを数字って言うんだよっつって、でまるでそうですね、お母さんみたいな人でした本当ね。